すでに30度を超えています。この暑さのせいか歩いている人がほとんどいません。北見では午前11時半に 33.1 度を記録し、昨日に続き35度以上となる猛暑日が予想されています。外出を避け、こまめな水分補給をするなど熱中症に注意が必要です。